んにちは、池田真子です。はい、今回はSHEINの大量購入品を紹介していきます。こちら普段は洋服をメインに紹介するんですけど、今回は雑貨を20点選びました。今回キッチングッズ、収納グッズ、防寒対策とかインテリアもね買ったので、ぜひお買い物の参考にしてください。でお買い物の際はクーポンコードまこチャンネルもぜひ使ってください。はい、では全部出したのでここから順番に紹介していきます。まずこちらフォームディスペンサーです。こちらは下が陶器のような素材で、上のゴールドがポイントになったディスペンサーです。めっちゃ可愛くないですか。でしかもこれ押すともうそのまま泡で出てくるタイプになっています。はい、上の部分はそのまま引っ張るだけで取り外せるようになっています。この口の部分が広いので液体も入れやすいし、お手入れもしやすいです。しかも今思ったんですけど、これ外した状態だったらもう本当にシンプルな陶器になるので、これもまたちょっとインテリアとして使えそうですよね。これが1500円で買えるのはもう超お得だと思います。めっちゃ高見えする。サイズは iPhone 13 Pro と同じぐらいの高さです。実際に届くとちょっと思ったより大きくは感じたんですけど、物自体めちゃくちゃ可愛いので、これはもうおすすめです。めっちゃ可愛い、買って大正解でした。はい、次こちら木製調理スプーンです。こちらも500円以下で買えます。でこういう木製スプーンは個体差があって、一個一個この木目デザインも変わってくると思うんですけど、これ自体こう触るともう本当にすごい滑らかで、ちょっと引っかかる感じとかはないので安心して使えそうです。穴も開いているのでフックにかけて収納しておくこともできます。もうデザインが可愛いので見えるところに収納していてもおしゃれですよね。次がこちら、これが楽しみにしてたやつなんですよ。はい、次こちら多機能電動カップを購入しました。こちらは外でもお湯が沸かせるのかなと思ってちょっと買ってみました。で先に言っておくと、こちらアメリカ用プラグっていうのになっていて、日本じゃ使えないかもしれないです。この後ろからケーブルをつないでやるんですけど、コンセントの部分がちょっとね形が日本の形とちょっとこの丸い棒がついてるので、もしかしたら変換プラグとかが必要かもしれないです。とりあえずどういうものか開けてみます。はい、中はもう本当にシンプルなボトルになっています。あとは持ち手付きで、ここの電源ボタンでセットします。でコンセントを挿すと、多分ここのタッチで4つの温度に設定できるんですけど、45度、55度、80度、100度の4段階に設定できるみたいです。アメリカ用プラグは日本でも使えるんやと勝手にね思い込んでしまいました。はい、続いてこちらハンドミキサーを買ってみました。はい、中には本体、ケーブル、説明書、あとスタンドとミキシングヘッド2種類が入っていました。うわ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 、だからテープで留めてあったんや。あとはケーブルをつないで充電しておけば、このボタンを押すだけです。でこちら使った後、だいたい置き場に困ると思うんですけど、こちらスタンドがついているので、こんな感じで立てかけておくことができます。生クリームやメレンゲを作りたいっていう時にこういうのがあると便利ですよね。はい、次こちら電動眉毛トリマーを買ってみました。眉毛ってシェーバーとかこうカミソリとかでこう剃る方多いんじゃないかなと思うんですけど、形によってはこうまつげとかもいっちゃったりとかしそうで怖くないですか。これは結構こうポイントで細かくできるのかなと思って試しに買ってみました。はい、中には本体、説明書、 USB ケーブルと、あとお掃除用のブラシがついています。はい、開けるとこの先が丸いシェーバーになっています。生クリームの絞り器みたいな形です。で刃がむき出しになっていないので、これだったら安心して剃れそうです。ちょっと試しに剃ってみます。
めっちゃしっかりされました。多少振動はあるのでしっかりと持っておく必要はあるんですけど、本当に細かい部分、この眉尻の部分とかも綺麗に剃れました。結構この眉毛の下とかもカミソリ型のシェーバーとかだとちょっとね、こうまつげ当たらないかなとか形的に難しかったりっていう風に感じれたっていう方はこちらのタイプめっちゃ使いやすいと思います。でこの先の部分は取り外してこのブラシでお手入れもできるので、綺麗になった方は試してみてください。はい、続いてこちらはヘアアイロンなどを収納できるケースになっています。カラーはこのホワイトとクリアがありました。で後ろにこういう風にくぼみがあるので、付属のこのテープを好みの場所に貼り付けて、であとはこうスライドするような形でセットします。そうすると壁に貼って浮かせることができます。で付属のテープは100均でもよくあるような剥がし跡が残りにくい粘着テープにはなっているんですけど、ツルツルした面とかこう壁紙が剥がれないような場所に貼るように気をつけてください。あと一回こう貼ってまた剥がすと、もうこれが折れ曲がっちゃったりとか粘着力も落ちるので、貼るときは慎重に使ってください。こういうものにコテやアイロンを入れておくと出し入れがしやすくなると思います。はい、次こちらファスナー付きクロージャーです。これは10個入っています。生地が厚めでしっかりした素材になっていて、上がもうこうスライドするだけで開けられるので、中身を出し入れしやすいケースになっています。ちょっとこのパーツがある分口は狭くなるので、あんまり大きすぎるものは入れにくいと思います。でも例えばこう今つけているようなリングとかピアス、ネックレスとか細かいものだったら全然入りそうです。はい、中にリングを入れてみたんですけど、これだったらアクセサリーを傷つけることなく持ち運ぶことができるので安心して使えると思います。生地がしっかりしてて長持ちするのもいいですよね。はい、続いてこちらクローゼットハンガーです。こちらはハンガー型になったものに洗濯バサミが8つついています。でこの根元は360度回転します。でこちらはもう本当に洗濯物を干す時にも使えると思うし、ここに帽子を引っ掛けて帽子収納に使える便利グッズです。はい、帽子を挟んでみました。キャップだったら半分に折った状態で挟んで、ニット帽はそのまま挟んでます。でクローゼットの中でこう縦向きにかけておくことができるので、横にかさばらずにたくさん収納できます。でスペースにゆとりがあれば多少こう傾けたりとかすることもできるので、それぞれが取り出しやすいです。ニット帽は素材によってはちょっと伸びちゃう可能性があるので、2個ぐらいで挟んだ方が伸びにくいかなとも思います。クリップの内側はちょっと凹凸があって滑りにくくなっていました。あと真ん中に穴が開いていて、同じものを連結して使うこともできます。連結したらこう高さも有効活用できそうですね。このクリップがハンガーに固定されずにチェーンになっているので、すごい挟みやすかったです。はい、続いてこちら壁掛けフックの5個セットを購入しました。こちらはそれぞれを重ねてこういう風に連結して使うことができます。あと付属のフックをかけておくと、このままクローゼットにかけたりとかドアなどに引っ掛けて使うことができると思います。でこちらはもうネクタイやストールをこの間にかけたり、この手前の部分に帽子やバッグとかをかけておくこともできます。もうこのままかけるだけですね。はい、帽子をかけるとこのようなイメージです。これはもうお好みの数連結できるので、その時の必要な数に合わせて変えられるのが便利です。収納グッズあと2点あります。こちら折りたたみ式の洋服収納ボックスです。今回 M サイズ購入して、他に S サイズもありました。開いて中を敷いて、はい、こんな感じの収納ボックスになっています。これ蓋付きでファスナーで閉められるようになっているので、棚上とかに収納してもホコリが被るのを防げます。でダブルファスナーになっていたので、好みの方向から開けられます。で両サイド持ち手も付いているので、持ち運びもしやすいです。結構生地がしっかりしているので、丈夫に長く使えそうです。季節外れのものとか使用頻度の低いものの収納にぴったりです。こうやって置いててもしっかり自立しているのがわかりますね。はい、続いてこちら折りたたみ式の掛け布団収納袋を購入しました。これも SML が販売されていて、これが一番大きい L サイズになります。 L サイズはね、もうマチもすごい広いです。お、めっちゃでかい。で不織布になっているので通気性もいいし、生地もね厚めでしっかりしています。あんまペラペラ感っていうのは感じないですね。結構しっかりしてる。
でこちらは片方を開けられるようになっていて、これもまたダブルファスナーになっていたので好みの方向から開けやすいです。布団も入れやすいですね。はい、実際に持つとこんな感じです。持ち運びもしやすいし、縦置き横置きもできるので、大きい袋を探されている方はチェックしてみてください。はい、次から防寒対策グッズです。まずこちらハンドウォーマーを購入しました。こちら5色展開でゴールドを選んでいます。で付属でストラップや USB ケーブルも付いています。で電源ボタンを押すと、はい、ここにライトがつきます。これで3段階の温度に調整できるようになっています。でもう持っているとすぐに暖かくなってきました。温度は一番高いもので52から60度です。今この一番暑い52から60度に設定してみたんですけど、本当に一気に温度が上がりました。めっちゃ暖かい。赤いのが46から50度、緑のライトが40から45度です。長押しでオンオフできます。で一番高い温度で3、4時間、最長で約6時間持ちます。回路を持つよりは重さはあるんですけど、繰り返し使えるっていうのを考えるとエコだと思います。続いてこちら、デスク用のセラミックヒーターを買ってみました。おー、かわいい。今回はアメリカ用プラグっていうのを選びました。本当に机の上だったりとか足元に置くのにちょうどいいぐらいのサイズ感で、この縁のピンクゴールドっぽい色味がめっちゃ可愛いです。後ろは持ち運びやすいようにこのくぼみもついています。これめっちゃちょうどいいやん。アメリカ用プラグってさ、日本と一緒じゃないの？よく見るとこっちは日本と同じ形なんですけど、もう片方が凹凸感があってなかなか差し込めないですね。ちょっと他のコンセント差し入れるかやってきてみます。はい、今他の場所で刺してみたんですけど、無事刺せました。よかった使えそう。でセラミックヒーターになっているので多少音は出るんですけど、温度が2段階に選べてしっかりと温かい空気が流れました。電源タップだと対応しない可能性もあるんですけど、日本でも無事使えそうでした。あともう一つ形違いを買いました。こちら室内用のデスクトップヒーターです。ちなみにこちらもさっき紹介したものも今売り切れてしまってるんですけど、またすぐ再入荷する可能性があったり、同じ商品が他のページで販売されたりもするので、ぜひ探してみてください。はい、中こちらです。めっちゃ可愛くないですか？ちょっとなんか昔のラジオみたいなイメージ、レトロ感があって可愛いですよね。今回 110V でアメリカ用プラグっていうのを選びました。こちらは凹凸感がなくて日本でも安心して使えそうです。この上のダイヤルを回して2段階に調整できるようになっています。この持ち手がまた可愛いですよね。はい、電源タップに問題なくさせました。ちょっとつけてみます。これもしかして置いとかないとつかへんタイプかな。あー、すごい。こちら落ちた時にもつけっぱなしにならないようにこうやって浮かせていると消えるようになっています。でこちらに置くとこんな風に平らな場所でしっかり使えるようになっています。あ、しっかり暖かい空気が出てきました。ちょっと離したところに手を置いてもしっかり暖かかったです。これぐらいのサイズ感だったら本当に足元にちょっと置いておいたりとか、あとは棚の上とかに置いてこの室内の空気を温めるようなイメージで置くこともできると思うので、すごい使いやすそうです。今回試しで2種類購入してみたんですけど、例えば片方は洗面所に、で片方は朝着替える場所とかに置いておくと足元が冷えずに着替えることもできると思います。他にもいろんな形のものが販売されていたので、サメガレさんぜひ探してみてください。はい、続いてクッションカバーを2種類買いました。まずこちらタッセル付きのクッションカバーです。今回カラーバーガンディを選んでお値段663円です。生地もしっかりとしているし、タッセルもすごい可愛いですよね。両面とも赤です。でサイドにファスナーが付いていて、ここからしっかりと中のクッションを入れることができます。ちょっとクリスマスに赤を取り入れるのにいいかなと思ったんですけど、すごいお手頃価格でこういう風に取り入れられるのは嬉しいですよね。あともう一つがこちら、こちらのゴールドのクッションカバーを購入しました。これも775円です。
これ1000円しないってすごいですよね。素材がベルアのようになっていて、周りにねフリンジもついていて、これもまたすごい可愛いです。これめちゃくちゃ高見えする。でこれクッションを入れる部分がさっきと同じようにサイドについているんですけど、このフリンジと当たってギリギリの部分になっているので、絡まらないようにしっかりここを避けた状態でファスナー開けるのがおすすめです。はい、なんとか開きました。でもめちゃくちゃ目立ちにくい部分にこのファスナーがついているので、両面気にせず使えるっていうのがやっぱりいいですよね。こちらもちょっと華やかな印象にしたい時とか、クリスマスにもぴったりです。はい、続いてこちら、芳香剤の収納ボックスを購入しました。こちらはこんな感じで穴が開いたケースが4つ入っていて、付属で粘着テープも4枚入っています。カラーはこのホワイトとグレーがありました。はい、こちらは中に開けるともうケースになっているので、この中に好みのものを入れて芳香剤として使うことができます。除湿剤を入れてもいいし、香り系のものを入れてもいいし、この中に入れて好みの場所に粘着テープでこう貼っておくことができるので、クローゼットの中だったり棚の中とかいろんな場所に固定できます。なんかこういうちっちゃい乾燥剤ってどこに行ったかわからなくなりやすかったりとか、あとはこう例えばラベンダーだったりとか、こう香りを放つものを置いておきたいっていう時も置き場に困ると思うんですけど、このケースだったらもう簡単に入れて粘着テープで貼っておくっていうことができるので、なくす心配もないし好みの場所に貼れます。はい、続いてこちら、 LED の時計を購入しました。こちらはこのアプリコットとブラックも販売されています。でこれもまたちょっと今売り切れになってるんですけど、形違いのものだったり大きさ違いのものも販売されているので、好みの形探してみてください。でこちら USB ケーブルも付いているんですけど、単4電池3つでも付きました。で裏のボタンを使ってセットすることができます。説明書は中国語や英語で書かれているので、Google 翻訳とかで調べてもらったら分かりやすいと思います。文字が思ったよりしっかり映るので見やすいですよね。はい、続いてこちら、ステンレスのトーストナイフを購入しました。こちらパンを切る用のナイフなんですけど、この上がしっかりとギザギザしていて、なんか固めのバゲットとかも切りやすそうです。でこの持ち手の部分が一応こう木目でペイントされてるんですけど、思ったよりこうピンクっぽい色味です。ちょっとこれは個体差があるかもしれないですね。でこの刃の部分の長さが 24.5cm あるので、ホールケーキをこう薄くスライスするのにも使えます。はい、最後こちら、ファンデーションメイクブラシです。こちらはよく見るとダイヤ型のような形になっていて、この毛はすごいふわふわでチクチク感は全然ないです。で毛がしっかりとこう密集しているので、リキッドファンデーションとか伸ばすのにも使えます。ちょっと先が尖っている加減もあって、小鼻の周りとかもしっかりとこう届きそうですよね。ちっちゃいサイズも販売されているので、気になった方チェックしてみてください。はい、ということで今回はSHEINの雑貨を20点紹介しました。でお買い物の際はクーポンコードまこチャンネルを入力するとお得に買えるので、そちらもぜひお使いください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思った方はチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。では池田まこでした。バイバイ。